皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール日高講師の滝沢でございます。先日、動画の中で10月9日に、八王子リップスというライブハウスでギタリスト交流会になるイベントを開催しますよなんていう話をさせていただきましたが、ちょっくら変更といいますか、その追加の項目がありますので、この動画の中でお知らせをさせていただこうかなと思います。10月9日月曜日、祝日の月曜日、すぐそこですね。祝日の月曜日に八王子リップスということは特に変わりないです。集合時間とか、そのオープン時間とか、スタート時間とか、そういったことも特に変わりないです。何が追加になったかといいますと、高校生以下のチケット料金が追加になりました。全部当日券のみの扱いで、ワンドリンク込み2500円という形で告知をさせていただいたんですが、コメントの流れとか、あとツイッターの流れとかを見ていると、結構学生さんが多そうな感じがするので、あ、これちょっとチケット追加した方がいいなと思って、新しい料金の設定でございます。高校生以下、まあ、高校生とか中学生とかに関しては、チケット1500円で入れるように、ちょっと調整をさせていただきました。大人の方はね、別にそのね、もう20を超えてて、いい社会人になってれば別に2500円ぐらい大したことねえって感じだと思うんですけども、高校生とかね、ね、結構そのお小遣いのやりくり大変じゃないですか。で、その子たちにとってね、ちょっと1500円、2500円はちょっと高いかなと思ったんで、ちょっとまあ、その八王子リップスのスタッフの人とちょっと話をして、高校生料金を設けようということで、高校生以下に関しては1500円で、ワンドリンクで入れるように、させていただいております。で、ぶっちゃけその身分証明書とか、その学生証とかで確認するわけじゃないんで、普通に自己申告制です。高校生数っていうふうにこう言えば、まあ、1500円で入れるようになっているので、まあね、ちょっとこの悪用する人もいるかもしれないですけども、その辺は、皆さんの両親に任せます。普通に高校生の方はね、その自信満々に、あ、高校生なんですけどって言っていただければ、当日1500円ワンドリンクで入れるように、ワンドリンク付きで1500円で入れるようにしておりますので、ご検討いただければという感じでございます。で、コメントの方にその初心者でも大丈夫ですかとか、学生でも大丈夫ですかなんてすごくいろいろあったんですけども、動画の中で何回も言ったように、もう誰でも OK です。もうなんならギタリストじゃなくても大丈夫ぐらいの勢いです。僕が演奏するときもありますし、誰かが演奏するかもしれません。誰かとセッションが始まるかもわかんないですし、ちょっとこうレッスンタイムみたいなのがあったりするかもわかんないです。で、その僕は会場をね、フラフラしてるんで、なんかこう捕まえて、滝田さんみたいな感じで捕まえて、なんか写真撮るとかサインとかでも構いませんし、なんか聞きたいことがあれば質問とかでも構いませんし、なんかそういった本当にもう、交流会って言ってるけども、まあ、ほぼオフ会みたいなもんなんで、あんまり、なんて言うんでしょう、そんなにこう気張ったりとかせずに、この楽しむ気持ちで気軽に来ていただけるとすごい嬉しいなという感じでございます。で、前の動画でも言ってたように、ちょっと一人だと不安だなとか、なんか一人だと参加しづらいな、その前にちょっとなんか誰か友達と言わずともなんかこう一緒にこう、ね、行けるようなこう話し合う人が欲しいななんていう方がいらっしゃいましたら、ツイッターを活用するとすごく良いかと思います。もうすでに前回の時の動画でね、ちょっとコメント欄にそのツイッターのやりとりがあったので、僕はそれを見てね、ちょっと嬉しいなと思ったんですけども、あんな感じでその誰か一緒に行きませんかとか、なんかこう、高校生の人いませんかとか、なんか大学生の人いませんかとかって、声をかければ、結構ね、みんなが反応してくれたりとかするので、一人だと不安だなとか、なんかちょっとこう、友達欲しいなみたいな方は、事前に、Twitter とか、この YouTube のコメントとかを活用して、ちょっとこう、下準備というわけじゃないですけども、しておくと、当日は楽しく過ごせるのかなという感じでございます。でもまあ、なんて言うんでしょう。自分で言うのもなんですけども、なんか僕のイベントって本当、なんかすごい変な人がマジでいないんで、変な人がマジでいない。なんか、どういうわけか、なんか、やたらいい人がいます。やたらいい人がいます。ので、そこら辺は安心してくださいませ。で、その、リピーターってわけじゃないんですけども、滝沢コミュニティみたいなのが既にあるわけなんですよ。その、ライブとかイベントとかに毎回来てくれるような、すごいありがたい方々がいらっしゃるんですけども、もうその人とか、もう本当ね、超絶いい人集団だから、もう、とりあえずそこに突っ込めばね、大体 OK。って感じなんで、その辺は本当に安心していただければという感じでございます。皆様でこう気を使い合いつつも、ちょっとお酒とかジュースを楽しんだりとか、この談笑を楽しんだりとかして、ご歓談を楽しんでいただきつつも、素敵な時間に過ごせればなと思っておりますので、ぜひお気軽に遊びに来てくださいませ。ということでした。とりあえずまあ平たく言うと、高校生以下は1500円で入れるようになりましたよというお知らせでございます。はい。では、また違うところでお会いしましょう。もしくは、八王子リップスで直接お会いしましょう。それでは、さようなら。また違う動画で。あはは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 。